鋭い目つきで引き金に指をかけ、力強い滑りで雪原を駆け抜ける。これはバイアスロンという競技。日本の未来を変えようとする逸材が今世界を見据えている。2022年は北京オリンピックがすごい頑張ればいけるんじゃないかな。だがその道は困難を極めた。特殊な競技ゆえの試練、そして異変は突然襲いかかってきた。全然体動かないし痛かったんで、失意の中下した決断と、北京オリンピックを目指す若きアスリートの6年を追った。バイアスロンはクロスカントリーとライフル射撃を組み合わせた競技。15キロ以上の周回コースを滑りながら、途中に設置されたターゲットを撃ち抜く。競技用のライフル銃には実弾が使われる。50メートル離れた標的を狙って5発の弾を撃つ。命中すると蓋が閉まる。一つ外すごとに60秒のペナルティ。射撃の出来が順位を大きく左右する。動と静が共存する特殊な競技だ。実弾を使うことからライセンスが必要となる。日本のオリンピック代表選手はこれまで全員自衛隊出身である。オリンピックでの最高順位は6位。メダル獲得は日本バイアスロン界の悲願ともいえる。そんな中、将来を期待される女子選手がいる。小橋さくら18歳。先月まで高校生だった。その最大の武器は射撃。中学3年生の時出場した選抜記録会では出遅れ、最後尾にいたのだが、射撃で5発すべてを命中させると、トップでフィニッシュした。吹雪など悪天候の中でも決して集中力を切らさず、正確な射撃で5発を撃ち抜く満射が彼女の真骨頂だ。海外のレースでは銀メダルを獲得。一躍北京オリンピック期待の逸材として注目を浴びるようになった。走って辛い状況でも射撃ですごい集中しないといけないしっていう、すごい難しい競技だとは思うんですけど、満射とか出たらすごい嬉しいですね。
そんな彼女に私たちは6年前から密着取材を行ってきた。北海道旭川から車で30分のところにある上川郡東神楽町。マジか。マジか。最終回。昨日も、いや違うよ。かぶるんだよね。大抵で。農業を営む両親のもと、4人兄弟の末っ子として育った。さくらという名前の由来は。トラさん。トラさんのおいきさくら。おいさくらってみたいに、おいさくら、さくら、さくらって呼ばれたらいいなっていうところから、そんな深い意味もなく。ちなみに3人の兄は、トラさんとは関係なかった。昔から兄によくいたずらをするおてんば娘。7歳で初めてスキーを履いた。転機が訪れたのは2014年、13歳の時。兄の勧めで北海道のアスリート発掘事業に応募した。バイアスロンなど3つの競技団体が合同でオーディションを行い、基礎体力などをもとにスカウティング、未来のオリンピック選手を育てる取り組みである。相手の腰についた紐を取る運動能力テスト。さくらの動きは際立ち、60人中一番の成績だった。バイアスロン競技、小橋さくら。バイアスロン連盟からスカウトされ、この競技に足を踏み入れることになった。認定証もらって、なんかまた新たな気持ちでこれから1年間頑張っていこうと思いました。ここから本格的なトレーニングが始まる。冬場の練習は週に6日、毎日40キロの滑り込み。もちろん相棒のライフル銃も一緒である。いいね。国内の法律では20歳未満は実弾を使うことができないため、レーザー銃で技術に磨きをかける。さくらには大切な場所があった。自宅の庭にあるビニールハウスへ連れて行ってくれた。練習ができるようにお父さんが作ってくれました。で、実はこれ父幸久さん手作りの射撃練習場。娘が幅広く練習できるようにと、随所にアイデアが散りばめられていた。環境がダメだとやっぱり伸びていかないと思うんですよね。そのどれだけサポートできるかによってやっぱ伸びしろって変わってくると思うんで、まあ今のできる限りのことをやってあげたいなと思ってますけど、
えてもらってるっていうか、なんかいっぱいサポートしてもらってるのはすごく嬉しいです。オリンピックに出て、まあ、表彰台の上に立ちたい。2017年春、さくらは高校生になると、さらにバイアスロンに集中できる環境へと身を置くことになった。専門のトレーナーによる指導のもと、筋力トレーニングに力を入れ始めた。横の動きって、その人の前後のバランスがすごく分かる。だから、これをやると、スキーやっても、前後のバランスがよくなる可能性が高いと思うので、すごい必要なトレーニングだと思います。足の裏に乗せた靴を落とさずに、体を一回転させるトレーニング。さくらは、スキーを滑らせる際に癖があるため、こうした練習でバランス感覚を磨いていく。このトレーニングはそのスキーあるいはバイアスロンのどこにつながっているんだろう、効いているんだろうということを考えてくれているので、分からないときは質問をしてくれてますし、いろんな用語を使いながらいろんな刺激を入れていきたいなと思ってます。その年の12月、さくらは初めて海外のレースに出場した。結果は銀メダル。見出された原石は輝き始めた。初めてのマラソン大会、順位というよりも自分の走りできるように頑張ったんですけど、最後は頑張りました。その年、史上最年少で強化指定選手に選出。世界ユース選手権にも2年連続で出場し、着実に階段を上っていった。しかし高校3年になると事態は一変する。今までできていた練習ができなくなった。突然襲われた体の異変。練習してても全然体動かないし、重たかったので、中学校の時とか高1、2年生、1、2年生とかの自分を比べてしまうと、走れないギャップにショックを受けました。調子が良かった頃とは明らかにかけ離れている自分。一日に何度もめまいを起こしていた。さくらはかつてのトレーナーの勧めで血液検査を行った。結果は鉄欠乏性貧血。血液中の鉄分が極端に少なくなる病気。原因はオーバートレーニング、そしてそれを補うための栄養素が足りないことだった。ちょっと予想以上に悪い数字でして、体がもうガス欠状態で、車にガソリン入ってないと同じような状態でして、エネルギーも足りないですし、あと、貧血の状態でした。なんか前からちょっと軽いめまいとかはあったので、でも聞いた時は素直にびっくりしました。
にちは。はい。よろしくお願いします。頑張ります。これまで順風満帆に歩んできた彼女を襲った挫折。救ってくれたのは母孝子さんだった。うちの娘は自分で処理しちゃう。例えばレース終わりました、負けました、悔しいです。どっかで陰でこそこそ泣いてても親には寄ってこないタイプなので自分で処理して帰ってくる。娘の健康を気遣い、食卓には鉄分を多く含んだメニューを並べるなど、母がさまざまなサポートをしていたのだ。こうした支えもあり、体調は回復の兆しを見せていた。そして再起をかけたレース。さくら、復活なるか。あなたの真ん中へ、この世界の真ん中へ、新しいカローラツーリング、トライカローラツーリング。できたらいいのか、できちゃうの。ドラえもんみたいに。ドラえもんなんているわけない。タケコプター調子悪くてさ。なんだよ、ドラえもんだ。ドラえもん引っ越してた。ドラえもんには見えないけど。バグ、ドラえもん。ドラえもんには見えない。どう見てもドラえもんだろ。引っ越しは隣。マジかよ。失礼しました。やめ、どうすんだ。 5G ってドラえもん、いよいよ始まる。こっちもいいよ。一緒に暮らすのいいな。キッチン綺麗。リビング広い。二人のイメージあったみたい。そばいすらしはスーモ。物件数ナンバーワン。リクレート。起きるの辛い。あるある。寝ても疲れが取れない朝。え？今日も一日疲れたな。疲れが溜まっちゃった日はこれ飲んで。え？朝でも夜でも疲れに一回一錠。キューピーコアゴールドアルファプラス。贅沢絞り、丸かじり、丸かじり、贅沢絞り、丸かじり、丸かじり、つまり、遅い、贅沢絞り。うつむいたり、叫んだり、忙しい僕らなんだけ、ありがたみ、出会う、やけ、自分で欲しい科学から生まれた。何よ、超刺激、出た。お一緒に暮らすのいいな。キッチン綺麗。リビング広い。二人のイメージあったみたい。そばいすらしはスーモ。物件数ナンバーワン。リクレート。秋、シーズン開幕を告げるバイアスロンユース日本選手権。高校生以下を対象に2日間行われ、世界ユース選手権への出場権がかかっている。ここで再起をかける小橋さくら。体調は回復の兆しを見せるも、1日目は得意の射撃でミスを犯していた。なんとか巻き返しを図りたい。スタート。はい。1回目の射撃。一発外してしまい、ペナルティが加算される。このままでは追い上げが難しくなる。
再会。3年連続での世界ユース代表とはならなかった。今日のレースは昨日のレースちょっと厳しい内容だったので、それを少しでも挽回できるようにと自分の中で思ったので、刺激と走り頑張りました。レースから数日後、ナイロで活動するバイアスロン選手たちの激励が。集まった市民は300人。将来が期待される若きアスリートの周りには自然と人が集まる。今後に向けた決意を表明するため登壇したさくら。選手では異例の選択だ。民間の人が打ってて結果出ないよとかって話いっぱい聞いてるけど、でも私がその道行こうとしてるから、バイアスロンって言ったらトライアスロンって間違えられる人が大体なので、全然知られてないスポーツだし、テレビでも放送されてないので、でもそれってやっぱり結果が出てないからだと思うので、しっかりトレーニングを積んで、オリンピックに出場したいなと思います。日本史上初のメダル獲得へ、小足さくら、私は私の道を行く。新しくなった49のクリアなうまさは